吉本プラモデル部チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、ポーク鈴木です。ということで、ガンプラスタンプラリー2日目に入ります。第2区走者ポーク鈴木、そのまま本日も走り続けたいと思います。そしてまずは今日は砦駅からスタートしていきたいと思います。自分が住んでるところは言えませんが、ここまで、約2時間40分ほど行きだけでかかっております。今日中に終わるんでしょうか。それでは行きます。で、本日一発目、砦駅、ジョブジョンでございます。さあ本日一発目の散歩をしていきます。振り付けて、はい、砦駅スタンプゲットです。アビコ駅は、ブライトさんになります。それではスタンプをしていきます。はい、アビコ駅はブライトさんです。柏駅はビグザムになります。押してきます。柏駅はビグザムです。新松戸はドズルザビです。新松戸ドズルザビです。流山駅ですかね、は開始電になります。それではスタンプをしていきます。あ、横に押してしまいました。開始電です。ということで、ホワイトベースの乗組員が揃いました。はい、次行きます。松戸駅はゾックです。金町駅はギャンになります。ということで、亀有駅は出ました。シャア専用ズゴックです。さあ、じゃあスタンプをね、押していきたいと思います。え、いや誰ですか。ちょっと勝手によし、あ、ちょっとずれた。よし、押せました。何してんの？何してんの？来ちゃった。いや、亀有だよここ。何してんの？社会人ですよね、あなた。はい、私が言うのもあれですけど。あれなんですよ。はい、元カノがこの辺住んでた。悲しいわ。なんか会えないかなと思って。怖えよ。理由が怖えよ。はい、すげえ。ソドムに会えた。あ、どうも。あ、差し入れを持ってきました。あ、差し入れ？あ、嬉しい。フォークさんに、はい、握り飯をありがとう、はい、食べるわ移動中に。さよなら。あ、いなくなっちゃった。ありがとうソドム。よし、はい、ということで北千住駅はシャア専用ゲルググです。南千住駅はコンスコンです。はい、
三河島駅はカマリアレイです。アムロの母親でございます。残りは山手線9駅です。押してしまいましたが、日暮里駅はララー専用モビルアーマーです。大塚駅はビグロです。巣鴨駅はシャア専用ザクです。かっこいい。駒込駅はガンペリーです。ラスト5。田端駅はランバラルでございます。ラスト4。さあ、西日暮里駅はフラウボー。ラスト3。ウグイス谷駅はミディアです。御徒町はマクベ大佐です。ということでラスト1個。いよいよ着きました。最後、秋葉原駅スレッカーローでございます。さあ、ここまで、九太郎さんから引き継いだこのスタンプラリー、さあ見てください、ここまで集めました。さあ、ここですね。はい、ということで、さあ最後スタンプ押します。よし、最後ちょっと薄いけど見事65駅達成しました。顔がもう若干疲れておりますが、はい、ということで、一区九太郎さんから引き継いだ肉ポーク鈴木、本日、朝8時から、現在、3時半、約7時間半走り切りました。ということで、スレッカーローをして、65駅制覇しました。今からガンプラを交換しに行きたいと思います。来ました、特設ゴールカウンター、交換していきたいと思います。ということで、見事ゲットしました。ありがとうございます。九太郎さんから引き継いだこのスタンプラリーで限定のガンプラゲットしました。これをあの方に託したいと思います。さあ、ということで、見事ガンダムスタンプラリー、全65駅制覇してまいりました。どんなものがもらえるのか今からちょっと見ていきたいと思います。まずは、九太郎さん、第1区九太郎さんが獲得しました7駅制覇のステッカーになります。山手線仕様のガンダム、ボール、ジム、そしてザク、ズゴックと、こんな感じになっております。ザクもいつも緑色ですけど、また違う色の4線カラーとなっております。やっぱガンダムかっこいいですね。こんな感じ。そして、この真ん中に山手線が走ってるという JR 西日本、JR 東日本山手線 E235系 バージョンということになっております。これがですね、そう、こちらの7駅 A を達成するとこのステッカーがもらえるということで、そして39駅達成するとこちらにあります書き下ろしイラストボードがもらえます。かっこいいですね。シャーザクが東京の上を飛んでるということで、これこちらのスタンプラリーの台紙の表紙と一緒ですね。こちらのガンダムがいない状況ですね。なのでこちらを後ろに立てて、ここにガンダムを立てて、実際にこの絵を表現するという
そういうボードになっております。実際にここの下がですね、折れるようになってまして、ちょっと開けてみましょうか。こんな感じで立てられるようになってます。さあ、そして、65駅達成のこちら出ました。オリジナルガンプラ、ファーストグレード144分の1、JR 東日本山手線、E235系バージョンでございます。いや、かっこいい、いい黄緑色ですね、山手線カラーで。さあ、表紙絵はこんな感じなんですが、中身がどんな風に違うのか実際に開けてみましょう。オープンです。よいしょ。じゃーんと、お、すごい、パーツが全部銀色ですね。へえ、これは車両の色をイメージしてるんでしょうか。さあ、全部銀色ですね。そしてデカールですね。このように JR 東日本とところどころ、こちら見えますかね、E235系の文字が書いてあります。こんな感じで山手線のイメージカラーのデカールとなっております。こちらをつけて実際に仕上がりの感じが、こんな感じに、色をつけないとこんな感じになると、塗装するとこのような感じになるということでございます。いや、嬉しい、これ。いや、取手駅まで、2時間40分かけて、そっからですね、九太郎さんが、5時間、僕が、1回目が4時間と、今日が、7時間半なので、トータルで16時間半かけてゲットしました。皆さんもぜひ、お時間ありましたらガンダム、もらいにスタンプラリーやってみてはいかがでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画良ければ、高評価ボタンお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。